皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、一日いろいろあった。まあ、いつものことなんだけど。まあでも、大したこともなく、うまく植えられたんでよかったかなと思います。なんかね、予定が2件増えたんだけど、まあ大した予定でもなかったんだけどさ、ちょっとめんどくせえなって思いました。丸。あ、そういう日はあるよね。まあ、それでも多分、俺は割とヘラヘラしてるというか、あまり大変だと思ってないから。なんか重大になるとね、重大な問題とか発生になると、俺も割と笑えなくなってくるけど、俺が笑ってるうちはまだ全然いけるんじゃない？うん、余裕がある。割と、あ、やっちゃったかぐらいのミスなんで。ミスっていうか、うん。まあ、大したことないよねっていう。まあ、そういうこともあるよねっていうミス。うん、ちなみに俺がミスしたわけじゃなくて、俺の、なんか伝え方が悪くて伝わったかったのがミス、まあ、俺のミスでもあるんだけど、俺がミスしたっていうか、うん、伝達ミスみたいな感じだね。まあいいや、話が長くないさんで聞いていきます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。